皆さんこんにちは、リカルです。今回のお出かけリカルは日帰り淡路島です。瀬戸内海最大の島淡路島、絶景観光スポットやグルメを楽しみました。最後までぜひお楽しみください。スタート。この日は目覚めると綺麗な朝日が見えました。そして軽めの朝食を済ませます。準備をして車で兵庫県南淡路市へ向かっています。お天気にも恵まれました。徳島方面へと向かいます。この明石海峡大橋からの景色っていいですよね。小学生の頃からお稽古で明石まで通っていたのを思い出しました。明石に行く機会があれば明石焼きがおすすめなので、ぜひ召し上がってみてくださいね。この明石海峡大橋は1998年平成10年に使われ始めたようです。全長は3911メートルです。建設費はなんと約5000億円です。左手に見える観覧車は淡路サービスエリアの有名な大観覧車です。先ほどの明石海峡大橋を一望できる眺めのいいサービスエリアです。約1時間ちょっとで目的地へと到着しました。手前の方々はハンバーガーを買うのに並んでいました。渦の丘大鳴門橋記念館の中へ入っていきます。昼食の予約をして外に出てみました。すると巨大な玉ねぎのオブジェ、おったまねぎを発見しました。隣にある渦の丘スカイテラスナルへとやってきました。こちらは瀬戸内海が一望できます。空気も澄んでいて気持ちよかったです。こちらの記念館ではたくさんのエリアやスポットがあります。淡路島といえば玉ねぎ、こちらの巨大オブジェとも写真を撮ることにしました。見てください、この絶景。鳴門大橋や福良湾など海側の景色も楽しめます。どこを見渡しても眺めのいい絶景ポイントです。そしてオブジェと撮影しました。この巨大玉ねぎの大きさは高さ 2.8 メートル、重さ約250キロです。訪れた際はぜひ記念撮影してみてくださいね。記念館の中に入ると玉ねぎ型のピアノがありました。他にもショップが併設されています。淡路島産の玉ねぎも購入できます。穴があったら顔を出したい。ついついそんな衝動に駆られ、顔出しパネルと撮影しました。昼食の時間まであと少しです。20分ほど時間があったので、渦潮科学館の中を見学しました。子供から大人まで楽しめる記念館になっています。面白いものを発見しました。なんと玉ねぎのクレーンゲームがありました。私も6プレイ挑戦することにしました。玉ねぎをキャッチするなんて斬新ですよね。玉ねぎが一つ取れると淡路島産の渦潮玉ねぎ 1.5 キロと交換していただけます。
なかなか難しかったのですが、最後は無事ゲットすることができました。そして絶景レストラン渦の丘へとやってきました。メニューはこんな感じです。私はこちらの淡路牛ウニしゃぶにしました。淡路牛と絶品ウニのコラボです。人気メニュー島の馬玉も頼みました。玉ねぎは血液をサラサラにしてくれます。店内にはサインもたくさんありました。左の文字用はお家でも愛用しています。料理がやってきました。実はウニしゃぶ初めていただきます。家族が頼んだサワラ丼もいただきました。淡路牛を特製ウニスープの中でしゃぶしゃぶして食べると口の中でとろけて絶品でした。ウニ好きの方にはおすすめです。創作コンテストで最優秀賞受賞のメニューです。甘くて旨味たっぷりでした。料理も満喫して複合施設を満喫しました。次はコーヒー専門店へとやってきました。淡路島の洲本市にあるクラシックです。淡路島でおすすめのコーヒー店で2度目の訪問になります。観光客に人気のお店ですが、地元の方にも人気です。コーヒーの種類もたくさんあります。ドリンクのメニューが豊富なのでどれにするか迷っちゃいますね。リッチウェイ仕様のティーもあります。フレッシュジュースもおすすめです。ケーキもつけることにしました。私が選んだのはガトーショコラです。ちなみに前回はワッフルをいただきましたが、そちらも美味しかったです。こちらのガトーショコラはゴディバチョコレートを使用していて濃厚で美味しかったです。優雅なティータイム、ごちそうさまでした。帰る頃にはすっかり日も落ちていました。観覧車のライトアップが綺麗ですね。明石海峡大橋もライトアップしています。淡路島はこれまで何度か訪れていますが、兵庫県南淡路市は今回初めてです。瀬戸内海を一望でき、渦の丘大鳴門橋記念館に行けてとっても充実しました。そしてお家に帰って乾杯しました。今日のメインはチキンライスでした。手羽にも美味しかったです。外食もいいですが、お家でのご飯はほっと落ち着きますね。こだわりのコロッケも美味しかったです。デザートはきな粉をまぶした玄米餅をいただきました。いかがでしたでしょうか。日帰り淡路島の旅でした。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。